目の前に広がる伊勢湾の海、豊かな緑に覆われた木々、そして白い雲が浮かぶ青い空。この自然に恵まれた三重県に国立大学法人三重大学はあります。三重県はリアス式海岸が織りなす海の絶景や雄大な山脈などダイナミックな自然が豊富な一方で、日本人の心のふるさとと称される伊勢神宮や世界遺産熊野古道といった歴史遺産にも恵まれています。三重大学はこの魅力あふれる三重県で地域と競争し、三重の力を世界に発信することを目指します。現在三重県の中央に位置する津市を拠点に、企業や自治体との共同研究共同プロジェクトを通じた地域の課題解決等に全学的に取り組み、大学の教育研究力の向上に加え、地域創生や地域の人材の育成に貢献します。三重大学は4つの力、すなわち感じる力、考える力、コミュニケーション力、行動する力、それらを総合した生きる力を養成します。三重大学としての建学は1949年、しかしその歴史はさらに古く、前身となる学校の一つ三重県師範学校の歴史を遡ればおよそ140年の伝統と実績があります。敷地面積およそ53万平方メートルという国立大学法人の中でも広大なキャンパスに、5つの学部と6つの大学院研究科があります。総合大学として学内共同教育研究施設をはじめ、付属病院や付属学校園、県下一の蔵書を誇る付属図書館など充実した施設を展開しています。また環境情報科学館では環境先進大学としての情報を発信するほか、自習やグループ学習のスペースを設置して学生が心地よく学べる環境を整備しています。数理データサイエンス館セムズは、三重大学のソサイティ 5.0 の実現に向けた ICT 教育や数理データサイエンス教育を推進するため開館した施設です。館内にはメーカーコモンズ、データサイエンスコモンズ、コラボレーションコモンズが設置されており、学生が利用することができます。それではこのような充実した施設と環境のもと展開している三重大学の学びと研究について紹介していきます。三重大学では入学後、学部・学科の授業とは別に全学部共通の共通教育の授業を受講します。共通教育では講義やセミナーを通じて、聞く、話す、読む、書くといった基礎能力を鍛え、自ら進んで学ぶことができる力を身につけます。また外国語教育として TOEIC を取り入れた実践的な英語カリキュラムにより、英語によるコミュニケーション能力を養い、グローバル化への対応力を育てます。共通教育ではこれらの学習を通して国際的な視野に立って自らの力で行動のできる人材の育成を目指しています。では三重大学の5つの学部と6つの大学院研究科を紹介していきます。人文学部では世界のさまざまな地域で人々が作り出してきた文化や社会について理解を深めます。文化学科は日本や世界の文化について言語、文学、歴史、社会、民族などの視点から研究します。そして三重県はもちろん、広く日本文化の特質を探求することができます。また外国語教育も充実しており、英語はもちろんドイツ語、フランス語、中国語の言語や文学を専門的に探求することもできます。
法律経済学科は法学、政治学、経済学、経営学の学習を通して現代社会の抱える諸問題の解決に取り組みます。また企業経営の仕組みを研究するなど多様な分野を主体的に探究することもできます。教育学部では現代の教育現場で求められている適切な判断力、実践力、豊かな創造性、そして総合力を備えた教員を育てます。13の専門コースに分かれ、教科に関する高い専門性を身につけます。また教員としてふさわしい専門知識と技能を学び、実際の教育現場での学習を通して実践的な教育力を身につけます。医療は技術と心で支えられています。医学部では実践的な技術と確固たる使命感と倫理観を持つ医療人の育成を目指します。医学科は生命医科学研究を実践して医療、保健、福祉の担い手となる技術や知識を習得します。看護学科は看護の基盤づくりのためのさまざまな教育体制を取り、質の高い看護師を育成しています。とりわけ高度医療を学べる付属病院での演習や視野を広げる海外研修など幅広く活躍できるより高い能力を養う機会もあります。私たちの暮らしに役立つものづくりについて学ぶ工学部は全体を1学科とし、専門分野ごとのコース制を導入しています。機械工学コースではものづくりの基礎となる機械工学の知識・技術を核として物理現象を本質的に捉え論理的に考察できる技術者を養成します。電気電子工学コースでは電気電子工学を核に物理・物性領域を一体に享受し、材料物理物性からシステム工学、ハード・ソフトウェア分野までを網羅する多面的技術素養を有する電気系技術者を養成します。応用科学コースでは基礎科学をもとに循環型社会および環境調和型社会に対応する応用科学領域を開拓する能力を有する専門技術者を養成します。建築学コースでは快適な住環境の創造的視点に加え、安心安全な地域社会の構築に必要な防災・減災的視点から将来の問題を予測し解決できる人材を養成します。情報工学コースでは情報工学を中心として、それに電気電子工学、物理工学も加えた多面的技術素養を有する情報系技術者を養成します。またこれらの5コースとは別に、1年時に工学部共通の基礎知識を習得する中で適性を見出し、2年時以降に専門分野コースを決定することを目的とする総合工学コースがあります。生物資源学部では山の頂から海の底まで生物と環境に関わる幅広い研究を行っています。自然との共生を図り、生物資源の適正な開発と利用、保全を追求して21世紀の食、環境、万葉を担う人材を育てます。生物資源学部は全体が一つの学科で、フードシステムや森林資源の利用、生物資源の開発や保全について学ぶ農林環境科学コース、多様な水生生物や気候変動、気象について学ぶ海洋生物資源学コース、生命科学に関する幅広い知識と技術について学ぶ生命科学コースの3つのコースがあります。入学試験ではこれら3つのコースに加えて生物資源総合科学コースの受験が可能で、
生物資源学に関する俯瞰的な視野と基礎的素養を身につけることができます。生物資源総合科学コースは2年生以降に3つのコースのいずれかに配属されて専門分野について学びます。また農場、演習林、水産実験所、練習船清水丸の4つの施設があり、三重県の自然環境を最大限に生かして充実したフィールド実習や研究を行うことができます。最後に大学院地域イノベーション学研究科について紹介します。大学院地域イノベーション学研究科は実践的な研究開発とプロジェクトマネジメントを学ぶことができ、地域発のイノベーションを起こす人材を育成します。三重大学は5つの幅広い分野の学部と高度な専門知識に基づいた6つの大学院研究科を擁する総合大学として、豊かな人材を社会に送り出し、優れた研究成果を発信しています。学業とともに大学生活で重要なのが課外活動です。友人との出会いや先輩後輩との交流を通して、授業では得られない連帯感や協調性を育て、判断力や想像力を養います。国際交流では100を超える海外の学術交流協定校と連携して学生の派遣や受け入れを行っています。本学の学生や留学生に対して国際教育を提供しているほか、海外からの留学生に対しては日本語や日本文化についてさまざまな教育プログラムがあります。海外からの研究者の受け入れや本学教員の海外派遣制度があり、国際的な共同研究も行われています。三重大学では総合大学として社会へ知識を還元するため、さまざまなことに取り組んでいます。世界に誇れる環境先進大学を目指している三重大学は、省エネ大賞など数々の賞を受賞しています。また地方創生、地域活性化を目的に産、学、官、民が一体となった共同研究をはじめ、さまざまな取り組みを行っています。これらの活動を通して三重大学は社会へ大学の力を発信しています。三重大学は地域に根ざし、世界に誇れる独自性豊かな教育・研究成果を生み出すことを目標にしています。教育・研究に加え、医療の3領域で地域競争につながる大学を目指し、新しい時代で活躍できる人材育成とそのための研究成果を世界に発信してまいります。留学生とともに環境問題をテーマにした討論会を企画し、持続可能な環境づくりについて世界に向けて提言をしました。将来はこの経験を生かして環境に優しい街づくりに携わっていきたいと思います。これまで大学で学んだ知識や技術をもとに実習を重ねてきました。3年生の実習では約半年をかけて様々な病棟や施設を伺いました。それぞれの気持ち患者さんと関わる中でニーズを捉えたケアの立案や実施をしてきました。これらの経験を生かして、将来は患者さんとご家族に寄り添い、安心感を与えられるような看護師になりたいと考えています。温暖化が稲や土壌に与える影響について農家さんの水田で調査させていただいています。農業の知識だけでなく、計画し準備することや真剣に取り組むことの重要性も学べます。この経験を生かして地域の農業を支える仕事に就きたいと考えています。三重大学では機械工学について学んでいます。研究ではその中でも材料力学の知識を用いて血管の縫合について工学的観点からの調査を行っています。将来は大学で得た知識を生かして医療機器の開発に携わりたいと考えています。私は三重大学で美術教育を学んでいます。教育の基本から教育実習などの実践を経験して、
将来は美術教員を目指しています。またゼミの授業では絵画を専攻し自己の表現を追求しています。イノベーションとは何か、そしてどうしたらイノベーションが起こせるかというようなことを、普段勉強しています。異なるバックボーンを持った学生さんとですね、ディスカッションするというのは非常に貴重な経験かなと思っています。私自身はですね、理系の学生の就職活動について調査分析を行っています。社会人ということで、結構両立難しいのかなというふうにも感じていたんですけども、オンデマンドとかオンラインとかかなりこう授業の形式もいろいろ用意していただいてますので非常に助かっています。